日ごとに寒さが厳しくなってきました。美しい紅葉も散り始め、少しずつ冬の訪れを感じます。今週の稲チャンネルはご覧の内容でお送りします。ちょっとお父さん、今日何曜日だと思ってるの？またゴミ出し忘れてるんだけど。あ、しまった、来週出すよ。ちょっとまた資源プラスチックの中に紙が入ってたんだけど、これって燃やせるゴミだよね。ごめんごめん、次は気をつけるよ。本当は忘れずにゴミを出そうと思ってるんだけどな、なんだか忘れちゃうんだよな。あと何ゴミに分別したらいいかよくわからないものがあるんだよな。なんか便利にわかるものはないかな。そんな時にはゴミ分別促進アプリ 3R をご活用ください。あなたは？はい、生活環境課の中山です。今日はこの 3R をぜひ使ってほしくてやってきました。その 3R って何ですか？はい、スマートフォンで使える便利なアプリです。お手持ちのスマートフォンにこの 3R をダウンロードすると、ゴミの収集日やゴミの分別早見表を見ることができます。例えばゴミの収集日については、お住まいの地区を設定すると、このようにホーム画面で1週間のゴミを出す日が確認できます。カレンダーで1ヶ月分確認することもできますよ。ゴミ出し前日や当日に通知が届くように設定することもできます。ゴミの出し方については、ゴミ資源物との付き合い方と分別早見表で確認することができます。ゴミ資源物との付き合い方では、ゴミの種類ごとにゴミの出し方をまとめています。写真やイラスト付きで紹介していますので、何が燃やせるゴミだったかな、粗大ゴミってどうやって出すんだっけと迷ったら参考にご覧ください。分別早見表では、あいうえお順でそれぞれのゴミの分別方法が確認できます。ワード検索もできますので便利ですよ。なるほど。これを使えば私もゴミをしっかり出すそうです。3R では収集日カレンダー、分別早見表などのほか、インフォメーションで資源・ゴミに関する情報を確認したり、クイズで分別方法やリサイクルについて楽しく学んだりすることができます。ぜひ各ストアから 3R で検索し、ダウンロードしてみてください。あれ、大久保さん、何か調べてるんですか？あ、片桐さん。家庭ゴミを減らしたいなと思って調べてたんですけど、どの情報を参考にしていいかなかなか分からなくて。それならインスタグラムアカウント「いなゼロ・ウェイストプロジェクト」がおすすめですよ。生活環境課では、稲から減らそう CO2 の取り組みの一環として、ゴミの削減や再利用の方法、稲市の CO2 削減の取り組みについて情報を発信するインスタグラムを開設しました。このアカウントでは、3切り運動やコンポストの活用、フードドライブなど、家庭ゴミを減らす工夫や活用方法などを分かりやすく載せています。ゴミを減らしたいけど何からやっていいのかわからない、伊那市でどんな取り組みがあるのか知りたいというそこのあなた、ぜひこのアカウントをフォローして身の回りのできることからゴミの削減に取り組んでいきましょう。11月3日文化の日に令和5年度伊那市表彰式典が行われました。伊那市表彰は多年にわたり市政発展に顕著なご功績があった方を検証し表彰させていただくものです。今年は11名と6団体に表彰状が贈られました。それでは受賞された皆様をご紹介します。まず、地方自治功労で2人の方が受賞されました。高遠町西高遠の飯島進さん。多年にわたり市議会議員として地方自治の振興と市政の発展に寄与されました。西町の唐沢みどるさん。多年にわたり市議会議員として地方自治の振興と市政の発展に寄与されました。次に寄付功労で3名と3団体が受賞されました。狐島の神山公秀さん。保健福祉関係の事業のため多額の寄付をされ保健福祉の施策充実に寄与されました。佐久市の三浦喜宝さん。ふるさとへの思いを描いた風景画を寄贈され芸術文化の振興に寄与されました。長野市の小松健一さん。地域の子どもたちの健全育成のため多額の寄付をされ教育振興に寄与されました。寄付功労の3団体は株式会社医療給食産業支援や学校施設充実のため多額の寄付をされ地域振興に寄与されました。そして、信金中央金庫。地域創生事業を応援するため、多額の寄付をされ、地域の発展に寄与されました。また、日本発情株式会社。市内中学校の子どもたちに、学校用品等の寄付をされ、教育振興に寄与されました。続いて、教育文化功労で特定非営利活動法人伊那芸術文化協会伊那市障害学習センター開館以来多年にわたり芸術文化の振興に寄与されました。そして特定非営利活動法人クラシックワールド伊那市障害学習センター開館以来多年にわたり音楽文化の振興に寄与されました。産業功労では2名1団体が受賞されました。堺の池上邦夫さん。多年にわたり土地改良事業団体の役員として地域の農業の発展に寄与されました。寺の殿内喜弘さん。多年にわたり土地改良事業団体の役員として地域の農業の発展に寄与されました。産業功労の団体は西箕輪大豆加工組合で多年にわたり地元産の食材を使用した加工品の販売および開発を行い農業振興に寄与されました。社会福祉功労は西箕輪の小林光豊さん、多年にわたり民政児童委員として地域の社会福祉の増進に寄与されました。代わって保健衛生功労です。2人の方が受賞されました。新井の宮下徹さん、多年にわたり学校歯科医として児童の歯科衛生活動の推進や健全育成に尽力され、地域医療の発展に寄与されました。西町の小池優也さん、多年にわたり学校歯科医として児童生徒の歯科衛生活動の推進や健全育成に尽力され、地域医療の発展に寄与されました。そして全校功労で高遠町藤沢の星名正明さん、多年にわたり友好都市からの小学校体験学習の受け入れや地元小学校における地域学習の支援を行い、地域の文化交流に寄与されました。伊那市の発展にご尽力いただきました皆様に改めましてお礼申し上げます。皆さんこんにちは。高遠第2第3保育園は伊那市の最も北にある杖付峠のふもとの小さな保育園です。高遠第2第3保育園は県の信州型自然保育、通称山保育の特化型の認定を受けています。公立保育園で特化型に取り組む唯一の保育園になります。園の裏には自然豊かな里山が広がり、毎日のように子どもたちは山へ出かけていきます。そこで遊ぶことにより、体が丈夫になり、体幹が鍛えられます。カタンコトン、カタンコトン、カタンコトン。それだけではありません。心も豊かに育っていきます。自然の中には子どもたちの心を動かすものがたくさんあります。やってみたいと子どもたちの冒険心をくすぐることがたくさんあります。自然はおおらかで、今日は何をして遊ぶか、やるやらないは自分で決めます。大きな子が小さな子に教え、助け、みんなで一緒に大きくなっていきます。やってみて。でも濁ったらどうするの？濁ってもいるってみなとくんが教えてくれたじゃん。いつも温かく見守ってくださる地域の皆さんにたくさんの笑顔と元気な声を届けたいと思っています。トピック伊那市。ここからは伊那市の話題をお伝えします。デジタル地域再生賞、長野県伊那市です。代表の方はステージにご登壇ください。第11回プラチナ大賞で伊那市が優秀賞のデジタル地域再生賞を受賞しました。プラチナ大賞は一般社団法人プラチナ構想ネットワークが主催し、新産業技術や新しいアイデアを活用し、地域の課題解決を図る企業や自治体を表彰するものです。全国55件の応募のうち、伊那市の取り組みを含む12件が最終選考に選出され、11月6日、東京都で最終審査発表会が行われました。白鳥市長は、伊那に生きる、ここに暮らし続ける、地域の恵みと新しいテクノロジーの融合と題し、伊那市が市民や企業などと連携して実践している森林づくりや CO2 削減、新産業技術を活用した取り組みについて発表しました。伊那市の未来を市民とともに描き、創造していく。伊那市のような日本を支える地方都市が日本各地に生まれることを願っております。伊那に生きる、ここに暮らし続ける。ご清聴ありがとうございました。審査の結果、伊那市は優秀賞のデジタル地域再生賞を受賞しました。また、合わせてプラチナシティに認定されました。白鳥市長は、今後も地域の皆さんと一緒に伊那市の未来を描き、持続可能な社会を作り出し、心豊かに暮らせるまちづくりを進めていきますとコメントしました。続いてお知らせです。観光課から日帰り温泉施設等の児童の利用料金に誤りがありましたのでお知らせします。羽広温泉見晴らしの湯、高遠温泉桜の湯、千流荘の3施設について、令和4年10月1日から令和5年11月10日までの期間、児童の利用料金を誤って収納していました。該当の期間利用されたお客様に対しまして、超過分の100円を返還させていただきます。返還手続きは、申出書に必要事項を記入の上、確認できる資料を添えて、見晴らしの湯または桜の湯の窓口、もしくは市役所観光課へご提出ください。申出書は市公式ホームページからダウンロードできるほか、提出先の各窓口でも取得できます。返還期間は令和6年1月31日までです。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。ご不明な点等ございましたら、伊那市観光株式会社または見晴らしの湯、桜の湯、市役所観光課へお問い合わせください。税務課から今月の納税についてお知らせします。11月の納税は国民健康保険税第6期で、納期限は11月30日木曜日です。なお、口座振替の登録をしていただくと、納期限の日に口座から自動で引き落としになります。納め忘れがなく、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。期限までの納付にご協力をお願いします。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。来週は令和4年度の決算についてお伝えします。